ハオ、白猫みやこです。うん、なっちです。はい、はい、今日はなっちさんと新潟にね、旅行に来たんですよ、はい、なんかそしたらなっちさんがなんか面白いものを言ってじゃじゃーん、これこれ何ですか？なんかオートバイとか乗るときに着るやつ、はい、なんかここお股のとこチャックついてるの。ほんとだ、やばい、やばい、めっちゃ開く、すごい、うん、お尻まで開く。あー、じゃあ着ても着たいときにできるみたいな。あ、そう、いろいろしたいときにできるこれ全身スーツみたいな感じ、うん、そう、ボディースーツ。あー、ボディースーツ、うん、これからみやこたち関東の方にね帰るんですけど、うん、帰る、これ着て帰りますよドライブ、そうそうそう、レンタカー借りてて、うん、ドライブ、じゃあこれして、そうそう、これでドライブしてレンタカー貸して新幹線も乗っちゃおうかなって。はい、わかりました。え、絶対やばいっすよ。やばい、これコート着てるからいいかも、うん、これだけだと投資しちゃう、ちょっと変だよね。これに着替えまーす。早速車に乗りました。やばい、めっちゃスースーする。二人でやったらマジ目立ちますよね目立つやばい感じなんですよ、ね、すごい。今からねサービスエリア行きたいと思います。この格好で二人で歩いたらライダーっぽいな。え、あれ散歩する、この辺しちゃいますか、みたいに思うかな、うん、ちょくちょく人がいる。お疲れ様で、小休憩。え、これで出るの？お散歩？お散歩。ちょっとやばいかな、この格好、ほんと。ゴミ捨てて。恥ずかしいから車に踊ろう。新幹線着きました。こんな感じですね。いろいろドキドキした旅だったんですけど、今から着替えて帰りたいと思います。はい、着替えました。すごいドキドキしたラバースーツ、ピットスーツの旅でした。またなんか着たいと思います。最近 NFT も始めたので、可愛いアイコンとか限定画像とか欲しい方はぜひ一回ぐらいチェックしてみてください。な、下着を買ったんですよ。下着を紹介していくね。なんかすごいメニューとか充実してて、マッサージで気持ちよくなっちゃうかなって思います。これ夏を持ってきちゃった。見てくれてありがとうございます。動画が良かったら高評価とコメントお待ちしてます。あとはツイッターとブログ、と最近始めたみやこの限定写真と限定アイコンが見られる NFT のリンク貼ってあるので覗いてみてください。それではバイバーイ。